ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。アイランドプリンセスメレマックっていいのかな、マカダミアナッツチョコレート 425g 2298円です。原産国はアメリカ、賞味期限は来年の10月です。約1年4ヶ月です。白いシュガーパウダーでお化粧したマカダミアナッツチョコです。マカダミアナッツはトフィーコーティングされています。一粒の大きさ重さはバラバラです。3粒で 28g くらい、1食は 30g で 190kcal と書いてあるので3粒までにした方が良いですね。美味しすぎて食べ過ぎ注意です。甘すぎず苦すぎず、カリッとした食感も良くてとても美味しいです。チボーお好み焼き1998円です。豚玉とチーズネギ焼きがそれぞれ3枚ずつ、1枚あたりは333円です。製造は岡山県、冷凍で賞味期限はチーズネギ焼きが来年の2月で約8ヶ月です。豚玉は来年の3月で約9ヶ月です。直径は13センチくらいです。ソースセットを取り出してラップフィルムを外して紙トレイごとレンチンします。レンチンの時間は豚玉の方が少し長めです。豚肉は2枚乗ってます。164キロカロリーです。お好みで添付の濃厚ソース、ホワイトソース、鰹節と青のりをかけます。チーズネギ焼きのソースは少しとろみのある醤油タレです。チーズネギ焼きは170キロカロリーです。どちらも美味しかったです。また買いたいと思います。クゼフク和風塩ラーメン12個入り1998円です。クゼフクの毎日だしを使用した札幌一番とのコラボのカップ麺です。1個あたりは 166.5 円、賞味期限は11月17日です。約5ヶ月です。かやくはキャベツ、きくらげ、もやし、人参がたっぷりめに入っています。熱湯を注いで3分です。麺は油揚げ麺、縮れ麺です。普通に美味しいです。スープは出汁が効いててうどんつゆに似てますが、出汁粉をつけて食べるおでんのような、いかにも出汁が効いてますって感じはちょっと好みではないので残念ですけれども、罪悪感や重さを感じないところは良いと思いました。1カップ分で291キロカロリーです。ボッカコストコ限定ロイヤルミルクティープリン 75g が6個、1080円から220円オフは6月7日限定です。メルマガ掲載品です。1個あたりは 143.3 円、製造は北海道、賞味期限は6月16日です。購入日含めて10日です。フレーバーごとに違う独特なタッチの4コマ漫画みたいなものが楽しみだったりします。風船入りプリンが6個、ビターオレンジソースも6個です。ピックで風船を割ります。ビターオレンジソースをかけます。ねっとりした濃厚プリンです。ロイヤルミルクティー風味とオレンジソースが合ってて美味しいです。ソースと合わせて129キロカロリーです。オレンジの皮かと思ったら風船の破片でした。毎回この破片が残っちゃう。豚バラネギマ串 24g が40本、2498円から500円オフは6月13日までです。メルマガ掲載品です。1本あたりは 49.95 円、豚肉はカナダ産、ネギは国産、加工は愛知県です。冷凍で賞味期限は11月3日です。約5ヶ月です。意外に期限も串も短いですね。豚ネギ豚ネギ豚じゃないんですね。
4つのジッパーバッグに10本ずつ分かれていて使いやすそうです。冷蔵庫で解凍してからグリル皿に並べて味塩コショウを振り8分焼きました。油が落ちたせいで小さくなってしまいました。今回はシンプルな味付けにしましたが美味しかったです。お弁当には入れやすく食べやすいように焼いてから短い串に刺し直してます。まあね、めんどくさいんですけれどもね。ローカーズミニスプリングサマーミックス 800g 1578円から320円オフです。入荷未定のマークがポップについていました。レモンとバニラとラズベリーヨーグルトの3種類のフレーバーのアソートです。原産国はイタリア、賞味期限は来年の7月です。約1年1ヶ月です。ちなみに定番の赤袋入りミニアソートは1578円でお値引きなしです。レモンは30個、バニラも30個、ラズベリーヨーグルトは20個です。1個あたりは 15.7 円、カロリーはフレーバーによって若干違いますが52キロカロリーです。意外と知られていないというか、パパに何度も教えても覚えてくれないんですけれども、こういうのはついギザギザの部分からちぎりたくもなりますが、接着部分のところを剥がすような方向に開けるのが正解です。お味については人気のローカーズなので説明不要かもしれませんが、サクサクのウェハースにフルーティーなクリームがサンドされていて、どのフレーバーも美味しいです。ドクターオツカビタレスミューズリー 800g が2箱 1,898 円です。原産国はドイツ、賞味期限は来年の2月です。約8ヶ月です。 50g で 198 キロカロリーです。チョコレートとアーモンドが入ったオーツ麦フレークです。私はシリアルには豆乳派です。あっという間に吸われてしまったので豆乳を追加しちゃいましたが、甘さ控えめなシリアルなので豆乳は少なめの方が美味しかったです。甘いフルグラに慣れてしまっているとは味気なく感じるかもですが、チョコのアクセントもあり私は美味しいと思いました。木村屋牛乳仕込みのメロンパンバニラ風味6個入り548円です。1個あたりは 91.3 円、製造は千葉県、消費期限は6月11日です。購入日含めて5日です。開封した途端にバニラがとても香ります。直径は9センチくらいです。278キロカロリーです。この価格帯のメロンパンにしてはしっとりとしてて甘く風味も良くて美味しいです。ラ・ブーランジェリーブリオッシュバンズ12個、998円です。1個あたりは 83.16 円。原産国はアメリカ。賞味期限は6月16日です。購入日含めて10日です。マリトッツォやハンバーガーが作りやすいスリットが入っています。直径は95ミリくらい、200キロカロリーです。着色料としてウコンとパプリカが入っているので黄色いです。バーガーバンズよりは少し甘みもありずっしりしていますが、バーガーバンズと同じようにどんな具材でも合います。大きいのでマリトッツォもアメリカンサイズにはなってしまいますけれども、ツナサンドを作ります。ツナは炒めて水分を飛ばしておくとだれにくいフィリングになります。ゆで卵ときゅうり、マヨネーズとブラックペッパーを和えました。ハンバーガーを作ります。トースターでブリオッシュを軽く加熱してからバーガーソースを塗り、レタス、マルシンハンバーグ、ピクルス、ハバティチーズスライス、ケチャップをかけて挟みました。今週のお酒はキリン晴れ風。懸賞当選品なのでコストごとは関係ありません。メニューはネギマ、丸ごとピーマンの焼き煮浸し、生ハムとハバティチーズと枝豆のおにぎり、ツナサラダです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。
今回も最後まで見てくださりありがとうございました。